はい、この糸をまだ大量にあります。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、前回ですね、前回ようやくよいしょ、この意図せず浮き上がったハートマークっていう感じなんですけれども、この、まあ、巾着バッグみたいなもの出来上がりまして、まあこれバックインバッグに使っております。私のね。で、じゃあ今日からどうしようかなとちょっと考えまして、で我が家にある在庫ですね、在庫の糸ガサゴソ漁りました。漁っていっぱい糸はあるんですが、まあどれもこれも中途半端なんですね。一玉とか一玉ないやつとか、だからまあちょっと余り糸の活用を後から考えなきゃいけないんですが、でもその前にこの何て言うんでしょう、手をつけてないピンピンのね、糸の糸玉のがありまして、このテープヤンという種類結構残っておりまして、これを使って、今日はモチーフを編んで、それをつなげていく、まあ何だろう、座布団というよりは椅子に敷く、何だろう、座布団まで分厚くは考えてないんですけれども、マットみたいなものを考えております。で、今これ緑はね使いかけなので、今日これ使ってやろうと思うんですけど、こちらのまあ青緑というかこの色のテープヤンはこれ入れて4玉あります。でこっちのグリーンのやつはまだ手をつけてないものが5玉で、ピンクはね1玉なんですよ。だから多分こっちとこっちが中心のものになると思います。で形的にはもうね、さっき頭の中に浮かんだものを、汚い汚いけどなんとなく形にしました。六角形のモチーフを編みます。で六角形のモチーフをつなげていって、こう大きな1枚にしようかなと思います。一応表示が5号針ですね。5号針なので5号で行こうかなと思ったんですけど、私ちょっと5号だとねカチカチになるのが嫌で、1個大きく6号針で編もうかなと思っております。もうその人の手の編む癖とかね、糸の加減とか、それによってちょっと号数微妙に変化させてもいいんじゃないかなと思います。これでいきましょう。で、まず輪から始めます。もうこれを解読するっていうのかって感じなんですけど、後でまたきっちりね、きっちり書こうと思います。もう一番最初多分ねイメージしか書いてないんですよ。線とかでイメージしか書いてなくって、おおよその形を書いて、じゃあそれにどういうそのあったね編み図にしようかなっていうのを考えて編むので、最初の編み図はめっちゃ汚いです。はい、輪から始めて鎖編み2つ編んでかな、で長編みを未完で止めます。未完の長編み1つ、もう1個未完の長編み、もう1個、まあ、今最初のね編み始めなので立ち上がり鎖2目になりましたけど、長編み3目のこれでね長編み3目の玉編みっぽい形になりました。でここから鎖編みを2つ編んで、でまた輪の中に長編み3目の玉編み、長編み3目の玉編みが全部で6個になるように作ります。これで六角形のまあ元の数ですよね。だここで今玉編みを8個編んだら8角形、7個編んだら7角形、5個編んだら5角形というふうに形のこう角が決まっていくというか、これ今3つまで編んでおります。玉編み編んだら鎖編み2目で玉編みと、で全部で6個になるように編んでいきます。いやもういよいよね半年終わっちゃったわけですよ、1年の終わっちゃった、どうしようぐらいで、で7月に入ったので夏休みやってくるんですよね。もうちょっと7月の末からね、いやーどうしようですよ。高校生の夏休み、
受験に備えて動き出すんですよね。はい、どうしようかな。悩みがつきません。ハゲちゃうかも。はい、じゃあここから輪をちっちゃくしていきます。玉編みが6個分編めたら、はい、ここでギュッギュッとギュッ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 と引き絞って引き絞ってよいしょ。はい、で鎖編み2目して一番最初の玉編みに引き抜き編み。はい、これで玉編みが6個入っている円が出来上がりました。でここからなんですが、はい、まず、はい、でここから鎖編み、3つかな、3つ立ち上げて、この今編んできた玉編みですね、玉編み前から拾って未完の長編みの引き上げ編みですね、これ引き上げ編み、はい、こっちも1個かけて隣の玉編み引き上げ編みなんですけど、途中で止めます。この2つを合わせて、2目一度ですね、長編みの引き上げ編みの長編みの引き上げ編みの2目一度をします。でここから鎖編み2つして、今こっちとこっちに長編みが編んであるんですが、こっちの左側の長編みの足を拾って、ここに長編みを3目編みます。でまたここで同じ、さ今ね引き上げ編みしたばっかりの玉編みなんですけど、もう一回ここ拾って、はい、長編みの引き上げ編みの途中で止めます。で隣の玉編みですね、隣の玉編みを拾ってよいしょ、はい、途中で止めて、この2つで2目一度で、また鎖編み2目して、でこの2目一度の左側の長編みの足を拾って、ここに長編みを3回、でこれをぐるっとやっていこうと思います。そうすると引き上げ編みをするので、この真ん中のこの玉編みがポコッと前に出てきます。ポコッと、ちょっとテープヤーンなのでよいしょ、しっかり引き上げてきて、で隣の、はい、玉編みも拾ってきて、しっかり引き上げてきて2目一度で鎖編み2目して、左側の長編みを足を拾って長編みを3目。もうなんかこう編んでる、何を編んでるかって口で唱えるとなんか呪文みたいに聞こえるんですけど、もう呪文だよね。はい、最後まで来ましたので、一番さ、こっち今ね引き上げ編み、未完の引き上げ編みをしたので、次一番最初の玉編みを、はい、未完の引き上げ編みして、2つ一緒にして、はい、鎖編み2つ、そして左側の長編みを拾って長編みを3つ、よいしょ。でここで、はい、一番最初に戻ってきましたので、この2目一度ですね、2目一度下目を拾って引き抜き編みして、はい、これでぐるっと回ってきましたよ。すごいポコッと引き上げ編みをしているので、真ん中ポコッと盛り上がっております。まずこの鎖編み2目の部分ですね、鎖編み2目の部分にスタートを移しまして、ここから鎖編み4つです。4つ編んで、はい、長々編みになります。長々編みをあと2つ、全部でこれ長々編み3つっぽく見えれば OK で、ここから鎖編み3つ編んで、はい、でまたこの同じ鎖2目の中に長々編みを3目、こういう形になります。でここから、
次のね鎖編み2目のところにを取りたいんですけど、ちょっと離れているので鎖3目でもいいかな。鎖3目編んで、またこっちのこう今こう長編み編みまして、で長編みね、ここ 1,2,3 目編んで、ここで2目一度編んで、でここに鎖編み2目が入ってますんで、この鎖編み2目のところ拾って長々編みを3つ、そうですね、長々編み3つ鎖3目長々編み3つ鎖3目長々、長々編み3つというふうにぐるぐるっと順番に編んでいけばよしかなと思います。はい、戻ってきました。最後鎖3目編んで、一番最初のこの鎖編み1,2,3,4 4目目をプスッと刺して、はい、上半目と裏山を取って引き抜き編みでございます。これが1枚目ですね。これの、まあ、ちょうどこうちょっと見えない、ちょっとここね鎖3目にしてしまったので、ちょっと歪んでおりますが、まあ、ピンピンに伸ばすとだいたいおおよそ六角形ですね。ここが頂点、この長々編み3目と長々編み3目の間に入っている鎖編み3目がちょうどこのモチーフの頂点に当たるような感じになるかなと思います。で、なんでここ鎖3目にしたかというと、ここ鎖3目、ここ鎖3目、ここ鎖3目にしたかというと、モチーフをつなげる時のここポイントにしていこうと思って、こう形にしてあります。まあ、これで1枚目完了ですね。じゃあ2枚目いきましょう。2枚目のこれにすっかな、青に。はい、編み方は一緒なので途中までもう編んでしまいましょう。はい、今ね2段目まで編んできました。で、最後この長々編みの段に行くんですけれども、その時に編みつなげていこうかなと思います。で、まあどこでもいいんですけど、ちょうどこの六角形の一辺ですね、一辺と一辺を編みつなげる、ちょうど今これが1番だとすると、次この2番ですね、2番なのでこの横にくっつくような感じで編みつなげていけたらなと思います。本当に感覚で編んでからうまくいくかどうかわかんない。1,2,3,4目編んで、長々を同じ鎖編み2目のとこに、いやなんかね、やっぱ色、染めてる色が違うと糸の硬さがちょっと違う気がするんですよ。ちょっと硬い、青の方が硬くて張りがあると言いますか、かぎ針から逃げていきます。だから本当にしっかりとホールドしていかないと逃げていく気がしますね。こうよいしょよいしょ、一針大事にしていかないといけないみたいな感じかな。で、鎖編み3つ編んで、長々で同じ鎖編み2目のとこに入れていく。で、鎖編み3目編んで、次のところ、鎖2目のとこですね、ここに長々編みを3つ。どうしようかな、次で合わせていこうかな。で、次でここで合わせていこうかなと思います。合わせていこうかなと思うので、まず鎖編み3つ編みたいんですが、まず鎖編み1つします。鎖編み1つして針外しまして、こちらも長々編み3つ、鎖編み3目長々編み3つ、この間の鎖3目のところを、まあ、上からでゴスッと拾いまして、で針戻しまして、で持ってきまして、鎖編み1つ、これで鎖編み2目目が
編まれてつながりました。でもう一目ですね、これで鎖編み3目編んだことになります。でこのまままた長々編みして、同じところに長々と、はい、長々編み3目編みます。はい、で次鎖編み3目なんですけど、ここでもまた鎖編み1つしてから、はい、針抜いて、ちょっとこの間のこの鎖3目を上から取って針に戻して、ぐいっと持ってきて鎖編み1つで、もう1個鎖編みしてですね、はい、で次のこの鎖編み2目のところに長々編み3目編みました。はい、じゃあ次やって言ったらここですね、この角っこと今から長々編み3目と長々編み3目に囲まれたこの鎖3目同士でつなげていきます。鎖編み1つして針外して、で前からぐっと入れて、ぐっと持ってきて、で鎖編み1つで、もう1つ鎖編み、これで鎖編み3目編んだことになります。で同じところに長々ですね、六角形の一辺がつながりました。こことこことここでつながってます。はい、であとは普通にどこともつなげずに、まあまだ2枚目なのでね、どこともつなげずにぐるっと編んでいきます。ほい、はい、こんな感じで2枚目つけました。同じようにこの緑のね、今緑のモチーフですけど、緑のモチーフ中心にこう、これが1番だとすると2番3番4番5番6番7番と編むと、このぐらいにはなるでしょうと。このぐらいってどのぐらい、そうですね、多分30センチぐらいにはなると思います。直径30センチちっちゃいんだけどねちっちゃいんだけど、まあまあまあ、で、あ、これでちっちゃいな、もうちょっと大きいのってなったら、さらにこの周りにね、こう六角形を増やしていけば大きくなると思います。これでいってみましょう。でとりあえず来週までに何枚編めるかな、7枚なら7枚全部7枚になるんですけど、7枚編み終わったら縁はまた縁で編んでいきたいと思いますので、とりあえずこれを7枚つなげるというのを目指そうかなと思います。はい、一応、こっちよりはマシ、こっちよりはマシぐらいの編み図になりました。はい、輪から始めまして、ここの中に、輪の中にですね、長編み3目の玉編みを6個編み入れます。で玉編みと玉編みの間は鎖2個で、でぐるっとちっちゃい円を作っていきます。でちっちゃい円を作り終わったら、そこからまず一番最初ちょっと立ち上がりだけ鎖3目で立ち上がりまして、この今編んだ玉編みを上から引き上げ編みをしまして、長編みで2目ですね、長編みで未完の長編みを2つ引き上げ編み作りまして、でそれを1つにして2目一度にします。でそこから鎖編み2つ編んで、こちら左側の、長編みの足を拾って、この中に長編みを3目入れます。でそれが終わったら、また今度、はい、ここの玉編み、ここの玉編みと引き上げ編みをしてきて、2目一度の状態にします。でまた鎖編み2目編んで、左側の長編みの足を拾って、長編みを3目編む、これをぐるっとやっていきます。で次3段目ですね。3段目はスタート地点がこの鎖編み2目の部分になります。この鎖編み2目の部分に、長々編みですね、長々編みを3目編んで、鎖編み3目編んで、長々編みを3目編む、この鎖2目の中にはこの塊が入ります。でこちらの鎖2目の塊と塊、こちらの塊の間は鎖3目でつなげてあるっていう状態です。でこの状態でつなげる時頃ですね、こうちょうどモチーフを最後3段目編みながら編みつなげていきます。編みつなげるポイントは、この
長々編み3目で囲まれた鎖3目の部分と、この隣の鎖3目の部分と、その隣の長々編みで囲まれた鎖3目の部分、この3ポイント、この3つがちょうど六角形の一辺になりますよということで、あとはこれをね、モチーフを編んで、で順番につなげていけば OK ということになります。とりあえず来週までに7枚編んで編みつなげておけたらいいかなとは思います。で、色的には、糸の色的にはもうなんて言ったって緑がめちゃくちゃ多いので緑がめちゃくちゃ多いので、緑とあとこっちのね、青中心で、ピンクは使わないかな今回。まあ使ってもいいけど、使うとしても糸少ないので真ん中だけとかにしていきたい気もします。とりあえず我が家家族4人いますので4枚欲しいんですよ。ただちょっと編んでみてどのぐらいの大きさになるかですね。直径30センチの円だと思うんですけど、それでこと足りるかどうか、足りなければもう一回りしなきゃいけないし、ちょっと調整かけなきゃいけないので、まあ、出来上がってから7枚つなげ終わってからどうするかを考えていきたいと思います。いや、それではまた次回も楽しく編んでいこうと思います。こちらはあくまでも冬用なので、もっと爽やかな糸で編めば夏用になると思われます。それではまた、じゃっ